はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。太一ズレディオ、本日もスタートしていきたいと思います。私事なんですけれども、舌がね荒れてまして、普段からね食事ある程度気を使ってね、ビタミン類とか、摂るようには気をつけてるんですけれども、舌が荒れちゃってて、なんか辛いものとかちょっともともと苦手なんですけど、辛いもの食べると舌先がねすごいピリピリ痛いし、普通に食事してるだけでもね結構舌が痛いなっていう風に思う時があるんでね、ちょっとまあ普段に加えて、ビタミンの量を増やしたりとか、食事気を使ったりとかはしてるんですけど、なかなかちょっとね今のところ治ってないんですよね。だからちょっとまあ耳鼻科とかになるのかな、行こうかなっていうふうに考えてるんですけど、夏になってねどうしても冷たいもの、アイスばっかりとか、そういう形になっちゃう方もね中にはいらっしゃるんで、ぜひそういう時こそ、食事のバランスね、自分に言うっていうその戒めも含めて、ぜひ一緒にね気をつけていきましょうというところですね。はい、ということで今日はねダイエットにまつわる話をちょっとしていこうかなと思います。はい、本日はダイエットにまつわるお話なんですけれども、ダイエットに失敗してしまってる方、あるいはうまくいってない方から、よく聞くセリフというかね、よく聞く言葉があるので、まずはそれから紹介したいと思います。それがですね、あんまり食べないようにしてるんだけど痩せなくなってきちゃったんだよねっていうのをねよく聞くんですよ。はい、これね、痩せたければ食べなければいいっていう考えも確かにあります。もちろん体に摂取するエネルギーが減れば、その分ね、体のある細胞を分解してエネルギーにして生活するので、その分痩せていくっていうのは考えられるんですけども、実はですねこの、食事を取らないっていう方法は結構危険で、まず、リバウンドするなんていう話はよく聞くと思うんですけど、その前にですね、食事を取らないようにしていくと、最初のうちはねエネルギーが入ってくるエネルギーが少ないんで、体はね、少しずつ痩せていくんですけど、ただ、エネルギーが少ない状態、入ってくるエネルギーが少ない状態がずっと続くと、体がそれに順応しようとするんですよ。どういうことかっていうと、簡単に言えば、エネルギーがねあんまり、食事を取らない、今取れないんだっていうふうに体が認識して、体がエネルギー消費を抑え始めるんですね。はい、そうすると、体がねとっても省エネになってきます。省エネって聞くとすごくいい感じはするんですけど、カロリー消費をしないで生活しようとし始めるんですね。そうすると、まずはですね、体の活動があまりうまくできなくなってきます。なので、なんかこう活発にね、毎日お仕事行ったりとか、トレーニングしたりとかやってた方は、ちょっとだるくなってしまう方が多くなってくるかなと思うんで、そういったところにもまず影響が出てきますし、体はね、そのエネルギーを消費しないように生活する状態になるので、そこでじゃあ食事をちょっと元に戻してしまった。っていう風になると、エネルギーあまり消費しない体の状態なのにエネルギーを取るわけですよ。そうすると、普段取ったものがねより、体に残りやすくなってしまうので、食べない状態を続けた結果、リバウンドしやすくなってしまうっていうところにも実はつながるんですね。なので、食感を開けるとか、あまり食べないっていうダイエットは良くなくって、1日3食はね、ぜひ食べていただいた方がいいかなと思います。回数が増えすぎてしまうと逆にね消化器系が休まる時間がなくなってしまうので、それもちょっと問題ではあるんですけれども、1日3食を目安にしっかりバランス良い食事は取るっていうのは、大前提で、心がけていただいた方がいいと思います。それが大前提としてあって、食事の量を減らしたりとか、バランスはそのままで取るエネルギー、消費カロリーと計算して摂取するカロリーっていうのを少し減らしていけば、これでようやく、
消費エネルギーと摂取カロリーが、まあ、消費の方が多くなって痩せていくっていう方向になるんですね。極端に食べないとかっていうダイエットすると最初のうちは結構スーッと痩せていくんですけど、途中から痩せにくくなって、ちょっとその痩せないっていうストレスでちょっと1日2日食事戻すかって言って戻すと、一気にリバウンドしちゃったりとか、むくみにつながったりとかしてる方もいらっしゃるんで、そこはね、非常に注意が必要なところかなと思います。1日3食しっかり食べる、その内容を変えていくっていうのが一番大事です。はい、あとはですね、いつもお話ししてるんですけど、人間というのは疲れないところから落ちていきます。なので、普段運動をあまりしてない方っていうのは、筋肉をあまりね使ってない状態になります。なので、しっかり運動をして、体に筋肉は必要なんだよっていう風に体に覚えさせてあげて、本当に激しい運動じゃなくてもいいと思うんですね。運動習慣、ちょっと歩いたりとか軽くジョギングしたりなんていう運動でもいいと思うんで、運動習慣をつけていただいて、自分の体には筋肉必要なんだよ、落ちちゃダメだよっていう風に言い聞かせるつもりで運動をしてあげて、食事のコントロールをすると筋肉は落ちずに、脂肪をね優先的に落としていくような形になりますので、まあ、そういった面でも運動は欠かしちゃいけないかなと思います。適度な運動、3食の食事バランスをとる、それが大前提で、食事の内容を少し減らしたりとか、してカロリーを調節していくっていうのが一番、安全かなと思いますので、ぜひその辺をね気をつけてダイエットに励んでいただければと思います。繰り返しになりますが、全く食べない、偏った食べ方をするっていうのはね本当に、失敗のもとになりますので、ぜひ気をつけていただければと思います。はい、ということで本日はね、このままラジオを締めていきたいと思いますが、暑くなってきてます。僕もね、結構暑さにやられてる部分もあるし、僕だけじゃなくてね、僕のパソコンくんもね暑さにちょっとやられてたりとかするので、まあ動画投稿はねできる時にしていきたいと思いますが、皆さんもね、暑いんで、ぜひ気をつけながら、過ごしていただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。